最近結婚しない30代が増えている、まあね、特に東京、特に東京です、はい、中には付き合いは長いのに結婚に踏み込まない男女もいる。僕らはなぜ結婚しないのか、また何をきっかけに男と女は結婚に踏み込むのか。ある種悪い意味じゃないですけど、はい、結婚がどういうものか、はい、何にも分からなかったじゃん、はい、結婚とは何か、はい、男と女は何か、自分はどういうものを女性に求めてるのか、全く考えないままこれを深く考えるとそれはできないですよ、はい、そんなもんでしょ。分かりました、よし考えるのやめたいやそうじゃないかと思ってた俺も。2種類あるんですよ、はい、出会い頭、はい、ビビビってやつですね、出会い頭でも勢い、はい、あともう一つは結婚っていうのは子供を作る、家庭を作ることなんです、はいはいはい、だから家庭を作らないのであるならば結婚はしない方がいい、はい、なるほど、男女はと僕はあの極論ですよ。いや大丈夫ですよ、あの結果子供ができないとかっていうのは別ですけど、また別の話ですから、ね、概念としては、うんうんうん、結婚しようという時は、うん、じゃあ子供作って家族作ろうぜ、うんうんうん、じゃあ結婚しようぜ、うん、ただ付き合ってあの楽しくセックスしようぜ、人生共にしようぜだったら結婚はどちらでもいい、してもいいし便利ならすりゃいいし、はいはいはい、っていう感じだと思うんですけど、今はね、昔は、はい、2人の人間が力を合わせていかないと生きていけない時代だったから、うんうんうん、で家族が最小限度のこの単位として社会と戦う単位だったから、うんうん、必要だとされたんだと思うね、家族というものが、ね、家族というものが、はいはいはい、でも今はもうそうではない時代にあるから、そうですね、だから本当に家族を作るという強い意識を持って結婚するんだと思いますね、うんうん、そうなると今社会の中で家族っていうものがいてどういう位置なのかっていうことにもなってくるんですね。非常に哲学的なお話になってきますね、そうやって考えるとまた結婚できなくなってくるわけですね。先輩ありがとうございます、はい、でも不安はなかったんですか、若いうちに。だって実際音楽で食っていけるかどうかも分かんなかったわけじゃないですか、最初の頃っていうのは。全く何にも考えない悟りの境地に近いな、これはもうもはやどっちかだよね考えるか考えないか感じ変わりますなぁ。